はい。チェーントップの中条です。今日は、イーサリアムのビーコンチェーンの方ですね。イース2.0の方って言った方がいいかな。まあ、最近だとザ・マージって言った方がいいんですけど、それのアテステーションについて解説をしていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。で、今日話す内容はこんな感じで、まあ、アテステーションについてさらっと全体像を話していきます。で、まずは最初に、ビーコンチェーンの基礎から、説明します。はい。で、まず時間の概念ですね。ビーコンチェーンではちょっと時間の概念。通常ブロックチェーンでは時間の概念ってブロックそのもののことのみだったんですけど、ビーコンチェーンではちょっと2つの、時間の概念があります。1つが、エポックという単位で、もう1つがスロットという単位ですね。で、1エポックには32スロットあって、スロット、1スロットは12秒ごとに必ず作られていきます。で、スロットが最小の単位で、まあ、ブロックはこのスロットに、1個ずつ作られていく感じなんで、スロットイコールブロックみたいに考えてもいいと思います。で、エポックっていうのは、どちら、コンセンサスの判定だったり、まあ、バリデータに対して報酬を与えるっていうような処理を行う、まあ、全体の最終決定をするようなタイミングですね。これがエポックというふうになっております。で、この後説明するコミッティっていう、まあ、委員会の内容をシャッフルしたりとかするのも、このエポック単位で行われていきます。はい。で、続いての基礎知識として、今ちょっとお話ししたバリデータや、コミッティと呼ばれる委員会とか、あとプロポーザー、ブロックプロポーザーとかのお話を軽くします。バリデータっていうのは、イース1で32イースをデポジットして、した人たちが、なれる役割ですね。イーサリアム2、ビーコンチェーンを監視している人たちをバリデータと言います。で、このバリデータはですね、コミッティと呼ばれる委員会にランダムにシャッフルでされて、所属することになって、で、そのコミッティは、それぞれスロットに割り当てられていきます。なので、まあ、一応エポックの中には32スロットに、こう分散してバリデータがこう振り分けられるという形になります。で、1スロットに入るコミッティの数は64個。のコミッティが最大で入るようになってて、今はもう最大数入るようになってるんですけど、なので、1コミッティの中に含まれるバリデータ、アクティブバリデータの数っていうのは、まあ、32スロットあって、各スロットに64個なんで、まあ、全体のバリデータ割る 32×64 ですね。で、割った数になります。だいたい今だと足し分200人から202人ぐらいが1コミッティに入る。入ってますね、バリデータが。で、その中で、まあ、ブロックプロポーザーっていうのは、スロットに対して1人ずつ割り当てられるんで、64×201 だから、何分になるのかな ?1 万2000人か。1万2000人に対して1人ずつ、こう、各スロットごとのブロックを提案する人が決まっていくという形になってます。なので、今、委員会、バリデータですね。アクティブバリデータが41万人いるんですけど、そのうちエポックごとにブロックを提案する人は32人。なんで、残りの人たちは、作られたブロックが正当なものかっていう投票する、まあ、アテストって呼ばれるんですけど、これがメインの仕事になっていきます。はい。まあ、このあたりがビーコンチェーンのコンセンサスを行うときのお仕事とかの、まあ、基本的な基礎知識になります。これをもとにちょっと今回は、メインの仕事であるこのアテステーションですね。アテストの、で行われるアテステーションについて見ていきたいと思います。はい。ということで、早速アテステーションの構造なんですけど、まあ、こちらの資料、すべて、公式のビーコンチェーンのスペックですね。フェーズ0のスペックをもとにちょっと作らせてもらってます。で、そこのスペック表の中に出てきているのが、アテステーションデータっていうものと、アテステーションという2つの構造があります。で、まあ、アテステーションデータイコール冒頭って書いてる通り、基本的に、バリデータですね。
割り当てられたバリデータは、あるブロックに投票するんですけど、この投票のこの構造がこのアテステーションデータになります。まあ、これにあとは実際は署名がついている形になるんですけど、それはまあ、ネットワーク全体には、個別には、含まれないので、そのあたりのデータ構造については、特段仕様としては、定義はされてないです。で、まあ、冒頭のアテステーションデータですね。冒頭するときに含めないといけないのが、ここに書いてある5つの内容で、まず自分自身が所属しているスロット番号っていうのを、公表しないといけないです。含めないといけないです。あと、コミュニティのインデックスですね。スロットには64個あるんで、64個コミュニティがあるうちのどのコミュニティに自分が属しているのかっていうのも、書きます。で、まあ、これで、自分がどれっていうのを書いておいて、で、その後ですね、ビーコンブロックルートっていうので、ビーコンチェーンで行われる2つのコンセンサスルールですね。LMD ゴーストと FFG のうちの LMD ゴーストですね。ラストメッセージグリーディー、ん?ラストメッセージドリブングリーディーハーベストなんちゃらかんちゃらっていうコンセンサスルールで使われる投票を行います。で、残りのソーストターゲットが FFG で使われる投票の情報になります。ソースが最後にジャスティファイされた時のエポックの、まあ、最後のブロックにはなるんですけど、まあ、エポックを指していて、で、ターゲットが次に、ジャスティファイ、自分がされる、まあ、正しいと思うエポックを指します。はい、というのが投票データになっています。で、この投票データ自体は、直接はさっき言ったようにビーコンチェーン上には流れなくて、最終的にですね、集約したこのアテステーションっていうのが流れます。で、この冒頭の内容を集約してるんで、アテステーションの中には、アグリゲーションビッツっていう集約した時の、投票者のビット表現に変換したものですね。と、あとは、今説明したアテステーションデータと、あと最後に、ここに含まれている投票全部の人の集約、署名を集約したものですね。署名は BLS 署名を使うので、それを使って集約した BLS 署名っていうのが含まれています。はい。BLS 署名自体は、ちょっと僕も全然勉強してないので、どうやって集約するのかとかはよくわかってないですけど、まあ、集約できる署名ということなので、それを使って集約しているという形になります。で、アテステーションデータで分かる通り、まあ、基本的にですね、同じスロットの人の、投票っていうのが、1個のアテステーションにこう、ガーッと集められる。あ、同じコミッティか。コミッティの人のがガーッと集められるような、構造になっています。で、なんでこんな構造かっていうと、まず、冒頭の内容ですね。投票する内容って大体、1スロットの中では 問題なくブロックが積み上がっている場合、大体同じ内容になります。なので、まあ、コミッティ単位で一気に集約した方が、待機幅の削減にもなるし、保有するデータ量とかも、落とせるので、重複した内容をどんどん削った方がですね、ディスクスペースとかも、効率的に扱えるので、こういう集約するっていう形をとっています。で、はい。なので、基本的にアテステーションって1個のブロックの中で作られるのが、まあ、1個のスロットといった方がいいかもしれないですね。スロットで作られるのは大体64個が最小値になっていて、で、違うブロックに投票する人がいたりとかすると、そこからさらに増えていくというような感じになっています。で、次ですね。アテステーションがどのように、まあ、伝播されていくかっていう流れなんですけど、まあ、この図にあるように、まあ、ビーコンノードではある種2つのネットワークがあって、ボート用のネットワークと、さっき言ったアテステーションとかブロックが流れたりする、ネットワークの、まあ、ある意味ちょっと2つ、2階層になっているというふうに見なせることができます。で、コミュニティの中ではですね、アテステーションを作るアグリゲーターっていう人、まあ、集約していく、票を集めて集約する人が、16人選出されていて、まあ、このうちの1人になるのかどうかっていうのはちょっとよく、まだ分かってはないんですけど、多分まあ16人のうち誰かが、代表して、ボートを集約するということを行って、で、その集約した後の、アテステーションですね。これがビーコンチェンジを流れてブロックプロポーザーに渡されるというような構造になっています。で、ここでちょっと
気をつけないといけないのが、今作られているスロットの中で、自分がどのブロックを評価しているのか、また、周りから見てどのブロックが一番評価されているか、要は票を一番集めているかっていうのは、アテステーションがネットワークに流れた時点で、アテステーションを受け取ったノードが各自更新していくようになります。なので、ちょっと後でお話しするんですけど、今回のところには書いてたか、ちょっと忘れましたけど、実際にですね、ブロックに含まれたアテステーションの内容と、リアルタイムで流れてるアテステーションの内容っていうのは、多分ちょっと僕が見た感じだと、若干食い違いが発生している形になっているのかなと思っています。はい。こんな感じで、アグリゲーターが集約したものが、ビーコンチェーン上のネットワークには実際に流れて、それが最終的にブロックに格納されるという動きになっています。で、続いてですね。有効なアテステーションの条件と書いてますけど、冒頭各バリデータさんはしていくんですけども、この時に有効になるものがどれかっていう条件ももちろんありますので、その条件を説明します。で、まず、バリデータはですね、自分が割り当てられている、自分が割り当てられているっていうか、マイエポック割り当てられるので、今現在、カレントのエポックですね。今、有効となっているカレントの現在のエポックのブロックに対してのみ投票ができます。だから、エポックを超えた投票っていうのは全て無効とみなされます。で、かつ、自分のエポック内なら誰でも、どこでも投票できるわけではなく、自分が割り当てられた、委員会としてスロットに割り当てられるので、割り当てられたスロット以前に作られたブロックですね。より前に作られたブロックにのみ投票できます。なので、例えば、エポックの中でのスロット1番に割り当てられた場合は、前のエポック、ここだけ多分ちょっと特殊なんですけど、前のエポックのスロットの多分33番のみかな。あ、違うわ。ごめんなさい。エポックのスロット1番に割り当てられた場合は、そのスロット1番のブロックにしか、投票ができない。という感じになります。はい、で、有効とあとみなされる投票ですね。今言ったのは投票の内容が有効になるかの条件なんですけど、もう一つ、ブロックを電、あ、ブロックではネットワークを伝播するので、投票がですね、どんなに遅くなってもいいかっていうと、そういうことはなくてですね、自分の割り当てられたスロットよりも32スロット分まで、のうちに、ネットワーク上に、自分の投票を、最終的にアテステーションになってないといけないんで、アテステーションが、流れてた場合、ブロックの中に含まれた場合に有効になります。なんで、基本アグリゲーターとかプロポーザーがすぐにアテステーション、格納してくれる。アグリゲーターはアグリゲートしてアテステーションにしてくれて、ブロックプロポーザーはすぐにブロックに含めてくれるというふうに考えた場合は、単純に自分がボートするのが、32スロット以内ですね。自分の割り当てられたスロットの順番が来たら、そこからさらに32スロット以内に、投票を完了させないと自分の投票権が無効になるという形になっています。で、続いて、アテステーションの報酬のお話をしていきます。アテステーションを正しくやった場合には報酬がもちろん得られますが、内容によっては、ペナルティというのも同時に課されます。基本的には、報酬が減る方向になるだけなんですけど、あまりにもひどい場合は、どちらかというとペナルティが報酬を上回って、イースの方が、ちょっとだけ、減少していくと。デポジットしたイースが少しずつペナルティで、取っていかれる。多分この場合、バーンされると思うんですけど、そういうことが起きます。で、アテステーション、ボートした内容は、次の3つの内容がチェックされます。まずはソースのチェックポイントですね。最後にジャスティファイされているはずのエポックの番号が正しいのか。で、次にターゲットをチェックポイントなんで、次にジャスティファイされるべきターゲットのチェックポイントというか、これは基本カレントのエポックですね。今のエポックとのことをターゲットとしてちゃんと指定しているか。
で、それからヘッドブロックが正しいかというのは、まあ、スロットの中で、自分の割り当てられているスロットの、で、作られたブロックに対して投票しているのかっていうのがチェックされます。で、上の表にある通り、それぞれで、チェックがマッチしてたら、リワードがもらえて、ミスしていた場合は、ペナルティが与えられます。で、基本はベースリワードっていう単位で、1個ずつ計算されていくので、ペナルティも、ベースリワードが1個ずつ積み上がって、最大、3かけるベースリワード分のペナルティが与えられるケースがあったり、あと、もらえる場合も、この場合は2のベースリワード分かける、ちょっとボートリワードっていう、まあ、いくつか、こう、暗分された部分という形になってます。まあ、詳しくは表をちょっと確認をしてください。まあ、3かけベースリワードか。はい。分もらえます。で、一番ひどいペナルティがもらえるのは、これ何もついてないので、要は投票しなかった場合ですね。ノンアクティブだった場合っていうのが、この一番上のペナルティのみしかもらえ、あの、与えられない場合になります。で、一番最大、うまく投票した場合は、確か8分の、何部だったっけ ?51 とか、なんかそういう分ぐらいかな。はい。かけベースリワード分もらえるというような形になっています。で、ちなみに今のベースリワードは、下に書いてるんですけど、多分ちょっと僕の計算、してみました。正しいとは思うんですけど、だいたい0.14イースぐらいですね。あ、いや、はい、となってはいます。こんなにはもらってない気がするな。はい。ちょっともしかしたら計算が間違ってるかもしれないですけど、ちょっと上の式に当てはめて計算する限りではこんな感じですね。で、エフェクティブバランスっていうのは、報酬をもらうバリデータの今現在有効な、イースの量ですね。まあ、要は、リワードで増えてたり、ペナルティで減ってたりするんで、まあ、各バリデータによって多少のばらつきはあるという感じになっています。で、続いてですね、アテステーションの報酬の中で一つあった、ボートリワードってやつですね。そこの話を少しだけします。ボートリワードっていうか、インクルージョンディレイですかね。ここの表にある、インクルージョンディレイ括弧1っていう列があると思うんです。ここの話ですね。このインクルージョンディレイの話をします。投票すると、ブロックに含まれてた場合、まあ、その場合、インクルージョン報酬っていうのがもらえるんですけど、それが、ベースリワードかけ8分の7ですね。ただ、それだけじゃなくて、いつブロックに格納されたかによって、少しずつ報酬は減っていきます。インクルージョンリワードは減っていきます。で、基本的に自分が割り当てられたスロットよりも、一つ後のスロットに含まれた場合は、スロットのディレイですね。これが1なんで、その場合が最大もらえます。まあ、左上の図に書いてある通りですね。基本自分の割り当てられたスロットのブロックっていうのは、自分のスロットのブロックなんで、そのスロットの間にそのブロックに投票するというのは、矛盾が生じてできないので、もちろん。自分のスロットの投票、ブロックに投票するのは次のスロットになってからですね、になります。まあ、スロット内でブロックが早く生まれたらできるんですけど、まあ、投票した内容は、次の、ブロックに含まれないと、このインクルージョンリワードもらえないので、自分の投票が含まれるのが、要は次のブロックになるってことですね。はい。なんで、最小値が1になって、まあ、その場合は1分の1なんで最大もらえますと。で、この後、先ほど言ったように、自分のボートは最大32スロット分まで、遅らせることができるので、まあ、それに応じて、その遅れたディレイ分が分母となって、報酬が減っていきます。なんで、2スロット分遅れたら半分になって、まあ、最大32分の1まで減少するという形になります。で、じゃあ、例えばですね、自分のブロックが、自分の割り当てられたスロットのブロックがミスした場合、まあ、プロポーザーがサボってブロックをプロポーズしなかった場合、どうなるかっていうと、この場合は、多分最後に、有効とみなされたブロックですね。まあ、要は自分の多分大体1個前、さらに1個前の
スロットのブロックがあると思うので、まあ、そこに対して投票すれば、しっかりと全額の報酬がもらえるようになると思います。ちょっとこのあたりの処理が複雑で、うまく動いてはないんですけど、一応今、レイテストブロックヘッダーですね。有効なブロックヘッダーっていうのは、ブロックが新しく生成されるまでは、更新されないような作りになってたと思われるので、基本的にはミスしてた場合、プロポーザーがサボったら、一緒にアテステーションの報酬も減るかというと、そういうわけではないのかなというふうに思います。あまりちょっとこのあたりは自信がないです。はい。まあ、こんな感じなんで、基本的に、アテステーター、まあ、バリデーターはですね、できるだけ早く自分のスロットのブロックに対して、投票するインセンティブがあります。で、ちなみにですね、ここで、ブロックに対するインクルージョンリワードですね、8分の7と書いてある通り、残りの8分の1ですね、これは、ブロックプロポーザーに渡されます。なので、プロポーザーはアテステーションをいっぱい含めれば含めるほど、報酬が増えるので、ブロックのプロポーザー、アテステーションをいっぱいブロックに詰め込むインセンティブっていうのがここで働いています。これによって基本的にはプロポーズされた内容、ボートされた内容ですね。まあ、必ずすべてブロックに大体入るだろうという感じになっています。はい。で、最後ですね。アテステーションの判定になります。アテステーションの判定、まあ、要は投票を集めるんで、この投票内容を見て、ブロックのどれが正しいかっていうのを判定するんですけど、それがいつ行われるかっていうのをちょっと整理しています。で、まず、アテステーションですね。これを受け取ったときに、ブロックのスコアを更新します。前回、ちょっと前にも説明した、LMD ゴーストの更新をするっていう内容ですね。はい、になります。で、次にアテステーションを受け取ったときに、FFG ですね。Justify と Finalize のチェックポイントの更新ですね。これが行われます。で、このチェックは非常に重要なので、一応エポックの切り替わり時にももう一度再判定は行われます。で、エポック切り替え時にはまた、報酬の計算、アテステーションに対する報酬の計算っていうのも行われます。なので、報酬は投票したらすぐもらえるんじゃなくて、エポックの切り替わりの時にもらえます。で、ちなみにここに書いてる通り、ペンディングアテステーションをもとに計算とか報酬を計算するんですけど、このペンディングアテステーションって何かっていうと、ブロックに含まれたアテステーションを一時的にビーコンステートとして、ペンディングアテステーション、まあ、要は報酬とかの計算をまだしてないっていう意味でのペンディングですね。として、プールしてます。なので、アテステーションはネットワークに流れたものが、のみが、報酬とか、FFG の対象になるわけではなく、まあ、その瞬間でも一応判定はちょっとされるんですけど、最終的にはブロックに格納されて、いったものが最終的な判定に使われます。はい。で、このブロックにアテステーションを含めていくんですけど、いくらでも含められるわけではなく、現状、確か、128個まで、のスロットが、枠が用意されているので、最大128個までしか入りません。一応、これはですね、スロットの対して、コミッティごとに1個作られるようなイメージになるんで、コミッティは64個あるから、それから余裕を持って2倍分取ってます。はい。なんで、大体は収まるんですけど、ちょっと前に解説した、7ブロック分のリオログですね。ああいうのが発生してしまうと、多分投票が、結構ばらけるので、そうなると、1コミッティが2個まで投票すれば、128の範囲に、2ブロックに対しての投票がこう分かれちゃった場合は、128個に収まるんですけど、3ブロック以上とか投票しちゃうと、まあ、3×64 で128を超えちゃうので、その場合は、ブロックに含まれるアテステーションの数が、十分じゃない、まあ、要は、ブロックに含まれないものが出てくるということが起きるのかなと思っています。そうなると、最終的な、エポックの切り替えの時の FFG の判定にそれが影響して、あまりに投票がばらけてる、まあ、要はネットワークが非常に不安定になってると、3分の2の投票も集まらずに、ジャスティファイがうまくされずに、
ファイナライズされるブロックっていうのがなかなか作られない。まあ、そういうふうに不安定になると作られないという形になっていくのかなと、ちょっと予想をしています。はい。で、ちなみにですね、スラッシングの話をちょっと今回はしてないんですけど、スラッシングの話最後にちょっとだけします。スラッシングですね、さっき話した報酬とペナルティは、スラッシングとはまた全然別です。で、スラッシングされるのは、要はペナルティ、プルーフ・オブ・ステークのペナルティですね、として、前々から、ワードだけは出てるので、まあ、ご存知の方も多いんですけど、アテステーションでスラッシングされる条件っていうのは、同一エポック内で異なる投票をした場合、まあ、例えばヘッドブロック違うものに投票してたりとか、ターゲット、まあ、あえてする意味はよくわからないんですけど、ターゲットエポックが変わってたり、ソースエポックが変わってたりみたいな感じで、まあ、言い換えると、アテステーションが届いたときに、異なる2つのアテステーションの中に自分が含まれていた場合、まあ、ある1人のバリデータが含まれていた場合、みたいなときがスラッシング対象になります。で、スラッシングはちょっと重い罰なんで、報酬とかももちろんもらえなくて、確か1イースかな。強制的にスラッシングで、没収されるという形になっていたかと思います。はい、そんな感じですね。ちなみにこの画面で載せてるソースは、アテステーションを受け取ったときに、ブロックのスコアを更新する部分ですね。そこが更新されるのかどうか、ちょっとよく自分では分からなくて、頑張って探して、ようやく見つけたので、他に探している人がいればと思って載せてます。ここの、スペックのここの部分にですね。赤枠で書いているところで、スコアを計算して、マックスを取るということをやっているので、まあ、ここで毎回、スコアの再計算をして、一番メッセージが高いブロックを返すということをやっているのがわかると思います。はい。というところで、今回は簡単ですが、ビーコンチェーンのアテステーションについて解説をしていきました。はい、ありがとうございました。